はい、みーちゃんです。久々ちょっと外に今出てきました。まあ車の中なんですけど、まあ何もすることはないけど、まあ今日もねちょっと散歩できたらなって思ったんですけど、ちょっと雨で、まあそういうわけにもいかずで、今からちょっとチビと久々、まあテイクアウトですけど、マックに行こうかなと思ってまーす。行ってきまーす。頼みましたー。やっぱ定番の、照り焼き買ってきた。と、ポテト、と、コーラ。なんか久々やん、ほんとに。なんかね、外出れるのがすごい幸せに感じる。まだね、まだちょっと、いろんなところには行けないけど、ちょっと今回ね、ちょっとチビも我慢してたので、テイクアウトのハンバーガーを。いただきまーす。おいしい。安定だ、安定。やっぱたまにマック美味しいね。うん。ね。いいわけね。ね。うん。いいね。美味しい。なんか久々お茶以外のもの飲んだ気がする。うん。コーラうまっ。なんかこの頃あんま食べてないけん、なんかすごいお腹にたまる。ねえ、うん、おいしい。うん、うまい。ポテトうまっ。ね、久々やもんね。うん、なんかこのコーラうまっ。コーラ？うん。え、味？うん、美味しい。シュワシュワして。味は？美味しいよ。え、味が？うん。味うん、美味しい。なんか味覚もないって思ってて、なかったんですよね、何日か。けど、気づいたらもう戻ってて、よかった。まあ、一番すごいのは、あのナポリタン、友達から差し入れしてもらったあのナポリタンを食べた時に、味が濃いのに全く味がしなくて、めっちゃなんか噛んだもんな。めっちゃ噛み噛みしながら味確かめたけど全然しなくて、うん、よかった。でも味が戻ってる、味覚が。うん、お腹いっぱい。まだね、ちょっと鼻水がね、鼻水とちょっとした咳ね、だいぶまあ、よくはなってるけど。ごちそうさまでした。めっちゃお腹いっぱいになった。元気が出るね。